ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。ボンドカーズ裏のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車がメルセデスベンツ GLS580 2021年式2200km、 こちらの車両をご紹介させていただきます。今回ちょっと外での届けなんで、はい、そうですね、若干周り探しんですけど、日差しは強いけど気持ち寒いです。そうですね、はいはい、で紹介させていただくのが GLS ってことで、しかも580ですから、はい、まあ、ほぼ全部ついてるんで。そうですね、あの全部拾っていくと、うん、多分膨大な時間がかかるんで、今回ふわっと、うん、でなんとなく良さそうじゃんと思っていただければいいかなと、うん、そうですね、はい、こんな感じでお届けしたいと思います。でまず今回この新型の GLS ですけれども、ちょっと結構大きなトピックがあるんですよね、うん、っていうのはこの方から一応プラットフォームが変更になりまして、うん、まあ、先代まではなんかアメリカのアラバマで作られてた、うん、そうですね、はい、ダッチのデュランゴベースだったんですけれども、まあ、こちらになって、まあ、一新して、自社のモジュラーハイアーキテクチャっていうプラットフォームになって、うん、まあ、よりなんかこうドイツ生産のものに近づいたっていう、でその関係もあって結構車が大きくなってたりとか、うん、ホイールベースも随分伸びてるんですよね。なんでよりこう快適性がアップしたりとか、まあ、スタイリングの部分がかなり変わったと。だから前回りも含め全体的なシルエット随分変わりましたよね。そうですね、相当こうメルセデスのファミリーのど真ん中に入ってきた感じがしますよね、うん、でこの割と凹凸がない、うん、これがなんか最近のメルセデスの、まあ、トレンドというか、メルセデス原稿でなんかセンシュアルピュリティ、官能的純粋と、うん、いうことで、特にこう凹凸がないデザインを採用しているそうです。だからもうヘッドライトもそうだし、バンパーもこのグリルも真っ平らになったんですよね、うんうん、本当になんかこう凹凸がない、でその関係でなんか空力性能もだいぶ良くなってるとか、逆にだから CD 値でいうと、もう大型の SUV と思えないぐらいの CD 値らしいです、うんうん、ただいいなと思ったのは、僕その中でもこれボンネットがここ来てるのいいなと思って、うん、で最近のメルセデスってこうバンパーグリル一体でここまでバンパーじゃないですか。そうですね、はい、そうするとなんかちょっとボテッとしたイメージってなくないですか、うん、こうなんかくり抜いたようなボンネットは最近多いですからね、はい、その中でやっぱりこの長いボンネットってすごくこう車がスポーティーに見えるのと、うん、まあ、あと対照的になんかキャビンがこう小さくちょっとルックスよく見えるっていう意味合いがあるらしいです、うん、なんでこの辺はかなり SUV シリーズ未だに全部残してるんですよね、ボンネット、うん、まあ、高さのまあ兼ね合いとかも多分あると思うんですけど、まあ、この辺はすごく僕いいなと思う。まあでもやっぱりこう主戦場が北米ですよみたいな感じはしますけどね。確かに確かに、まあ、サイズ感もどっちかというとアメ車に近いぐらいの、うん、はい、サイズ感ですから、ね、まあ、あとはボンネットメルセデスですけど、 AMG モデルじゃないですけど、このバルジが2連でついてたりとか、なんかちょっとこう演出もいろいろ残しつつ、うん、そしてバンパー、一応580の方でAMG ラインが標準になるということで、ちょっとこうシュッとしたバンパー、はい、あとクロームのこの下側がついているこちらのタイプのバンパーだと。で、まあ、先代もそうでしたけど、割とクロームパーツ多用されてますよね、うんうん、でもずっと思うんですけど、メルセデスってそのクロームの使い方が絶妙っていうか、国産、まあ、国産を悪口言うわけじゃないですけど、この使ってるとこ使ってないとこのバランスが私は好きです。わかりますよ、はい、某ミニバンとかギラギラのギラギラのあるじゃないですか、はい、確かにその感じで比べると、うん、確かにちょっと、まあ、控えめでもあると思うんですけど、ちょっとうまいなっていう感じは確かにしますよね、うん、ただこれモディファイする人は大体これメッキマスクルでしょ、ね、人はほとんどですけどね、はい、まあ、そういった、はい、あのご依頼もお待ちしております、はいはいはい、そして、まあ、当然もう GLS、一番上のモデルですから、基本的にはマルチビームのヘッドライトなんか、まあ、あとはカメラ関係、センサー関係、あとは安全装備なんかも基本的にはまあ S クラスと同等のものと思っていただいて、そうですね、ほぼほぼ、はい、ですよね、はい、なんでそういったものも全部フルフルでついてると、うん、まあ、逆にこれついてないんですかっていうのを探す方が大変なぐらい、いろいろついてますよね、うん、そして横に回っていくと、こちらも AMG ラインということでホイールが21インチ、はい、これが標準になるということで、この、5スポークのこれ最近みんなこれですね、うん、セダンもコンパクトも SUV も、まあでも鉄板というか、そうなんですよ、うん、普通なんかこう SUV に似合うデザインですよねとか、うんうん、コンパクトに似合うデザインですよねとかってあると思うんですけど、うん、これなんか全部しっくりきちゃいますね、うん、そしてタイヤの方は275-4521コンチですかね、うん、はい、コンチネンタル、こちらが装着されています、ね、最近でもこうリムを
縦に深めにこう、はい、奥じゃなくて なんていうんですか、縦方向にリムを取るっていうのが最近のメルセデスのこの5スポーク多いですよね。ちょっとレーシーな感じ、うん、あとちょっとなんかクラシックな感じ出ますよね、うん、はい、こんな感じのホイールになって、そしてブレーキは、このカバーがカラーのものが一応 AMG スタイリングパッケージの AMG ラインかのものになってて、まあ、片押しなんですね。そうですね、はい。そしてディスクもドリルドになるという、うん、こんな足元になってます。で足元は、当然のエアサスですから、はい、ノーマルでも確か3段階で、うん、はい、上げたい下げたいできるような仕組みが入っている。で、まあ、その他こう足元、サスペンションの性能なんかかなり進化してるんですよね。カメラでこう路面を捉えて、うん、みたいですね、はいはい、やったりする読み物をして乗ってもわからないまあ一般行動だとなかなか、うん、ただ逆に感じさせないの、まあ、まあそういうことなんでしょうね、はい。あとはコーナーなんかでこう逆ロールさせて、うん、まあ、車水平移動させるような機能なんかも備っているんです、うん、あとはもうこのデカさですよそうですね、これちょっと正直、はい、皆さんが皆さんこうどんな方でも駐車場おーいっていうぐらい遠い OK ですよっていう感じはないと思うんですけど、やっぱりこれ止められる方はここやっぱり最高の贅沢として、うん、はい、使っていただける。羨ましいです、はい、これ中もっとびっくりですよね、うん、そしてもう装備はもうフルフルでついてますから、ソフトクローズもついてますし、はい、まあ、ステップに関してはもうイルミネーションもついてますし、あとはルーフレールなんかも全部標準ですし、であとリアのタイヤに行くとリアに関しては315、はい、これなんかスーパーカーより太いって書いてある記事もありましたよだからもうなんかもうちょっとサイズ感がいろいろおかしくなっちゃうぐらい、うん、こんな足元になる。リアも、一応片押しのキャリパーなんですね。でリアに関しては、プレーンのタイプのディスクですけれども、こうフルサイズのこういう SUV で前後異形でこんなガツなんか本当にスーパーカーみたいなサイズの前後ってすごいっすよね。あんまりないっすよね、うん、基本 SUV っていったら4本通しが定番かなと、うん、300台はあんまり見たことないかなっていう、なんかそれこそポルシェのカイエンターボとか、そうですね、はい、あそこまで行くとなんかリアドカーってでかいの入ってるイメージですけど、うん、いわゆるこのもうフルサイズの SUV でこれっていうのはあんまりないんじゃないかな、うん、なので315履いてるのにそんな感じがしない。確かに確かに確かに、うん、ボディがでっかいのもありますし、うん、まあ、あとはちょっと後々紹介しますけども、エンジンも基本的にはあの AMG のラインのエンジンなんですよね、うん、はい、M177 の、まあ、デチューンというか、まあ、ライトバージョンの176、うん、はい、ただメルセデスなんで、まあ、もちろん AMG のエンブレムとかついてないんですけど、うん、アファルトバッハで組み立てられたそのエンジンがついてるんで、まあ、ちょっとこう半端じゃないところも見え隠れしちゃってますよね、うん、だからそのタイヤのサイズだったりとかボーネットだったりとかそうですけど、はい、なんでこんな感じのサイドビューになっております。はい、そして後ろに行くと、後ろやっぱり、この SUV シリーズに限らずなんですけどみんな似てますね最近、うんうんうん、GL シリーズ。そうですね、ちょっとこの柔らかい四角の内外のテールランプのこの構成と形と、まあちょっと本当にサイズ感さえ一緒だったらもうわからないぐらいの、もう今のラインナップコンパクトからずっとこの同じデザインの系譜がこう GLS にもそうですよね、あるっていう、はい、こんな感じのテールランプ、まあ、当然 LED のタイプになっております。最近はみんなあれなんですね、こう上にライトの上部にメッキモールを通して、ね、トリムが通ってるみたいなんですね、はい、そしてあとマフラーに関してはこれ偽物のやつですか本物のやつですか。これは本物のやつですね、はいはい、内側にちょっと径の違う内外でこれ多分バルブありなしとかですよね、うん、はい、そして下側クロームのトリムがついてアンダーカバーがついております。これあれですかね、ヒッチメンバーとかはこれ開けてつけられるとかそういう感じじゃないんですね。意外や意外、うん、ね、あるあるなのはなんかここパカッと外してあったりとかつけられるようになったりとかしますけど、うん、基本的にはない。ちょっとこれ仕様によって違うかもしれないですけど、うん、結構 GLS ってあの国によって仕様違うんですよね、うん、で特に日本だと 400D とあの580しかないですけど、うん、欧州だと結構350なんかもあったりとか、うん、いろいろこうグレードあったり、まあ、アメリカでも多分いろんな仕様、まあ、エンジンなんかもちょっと違うみたいなんですけど、うん、あったりするみたいな。一応今回ご紹介させていただく限りではこんな感じになってそうです。続いて内装を見てみたいと思います、はい、先ほどもちょっと触れましたけど当然のソフトクローズ付きで、はいはい、そして内装に関しては
これ内装結構一新されましたね、うん、モニターが結構モニターというかメーターが変わったのが割とこう目につくとこかなと、まあ、他のモデルと共通の 12.3 インチ ×2 つのディスプレイ、あとは全体的にエアコンの吹き出しが四角かったりとか、そうですね、まあ、他のモデルにもつながるようなデザインで、はい、ちょっとこう先代のアメ車感というかはちょっと割と和らいだのかなと、うん、はい、気がします。ただやっぱり内装超上質ですね。そうですね。で今回の車がショーファーパッケージが入っているということで、ナッパレザーのフルレザーの仕様になってございます。そして、ダイナミカのルーフライナー、まあ、天井の素材がスウェード調になっている、はい、あとは、エクステンデッドの、ウッドトリム、うん、あとは2列目以降の快適装備になりますので、これはまあ順番にご紹介させていただきたいと思います、うん、あとブルメスターがこちらのお車装着されているということで、そうですね、これも 400D だと設定がないんですよね、うん、やっぱりちょっとあの装備充実させたい方は、まあ、漏れなく580、うん、いいんじゃないかなと思います。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。で一応580の方が左ハンドルのみの設定ということで、そうですね、はいはい、で400が逆に右のみだ、はい、のみの設定になるみたいです。で今標準の車高なんですけれども、割と男性の方とかであれば、まあ、ステップ使わないでも全然乗り込めちゃうかなっていうぐらいの車高です、うん、そしてこれが良くないですか、これじゃないですか、やっぱり GLS って、うん、そう、はい、これこのクラブは、はい、この取っ手がやっぱり必要かなと、いはい、そして、一応先ほど触れたメーターはこれ他のモデルと共通ですよね、うん、はい、おなじみのメーター、そしてステアリングがちょっと意外、はい、他の S とかなんかその辺と揃えてくるのかなと思ったら、うん、ちょっと違うタイプの、ただこの辺は一緒ですね、はい、操作系はデザインがちょっと、はい、違うのかなと、こんな感じになってます。そしてウインカーなんかは、まあ、新しい世代の、はい、ものになっております、まあ、シフトなんかも新しい世代のものですね。そして装備はめちゃくちゃ雑な紹介になるとほぼ全部ついてるそうですね、はいはい、ステアリングヒーターもついてますし、まあ、あとはベンチレーション、マッサージ、パフューム、アトマイザー、まあ、その辺もろもろついてますし、ヘッドアップディスプレイなんかも全部ついてると、はいはい、これちょっと掘り下げてると日が暮れちゃうので、うん、はい、そうですね、はい、こちらをご覧くださいという形で一覧を差し込んでおきたいと思います、うん、そしてウッドいいっすねこれ、うん、なんか最近ちょっとこうオープンフィニッシュの、うん、まあ、要はこっちのタイプのウッド、うん、多いですけど、ステアリングちょっとこう半ツヤなんですね、うんうんうん、もうツヤツヤな感じじゃなくてちょっとだけツヤがある半ツヤの、よく見ないとちょっとウッドって分かんない、はい、こんな感じのステアリングになっています。そしてこっちはそのショファーパッケージでこのオープンフィニッシュのちょっと濃いめの、そうですね、焦げ茶のウッド、こっちもそうですよね、うん、はい、こんな感じになってます。そしてエアコンの4連の吹き出しがついてて、まあ、エアコンもあり、そしてエアコンが後ろでも紹介しますけど、なんと5ゾーンということで、5ゾーンって僕初めて聞きましたよ聞いたことないですよね、はいはい、めちゃめちゃ高級車でも4ゾーンまでじゃないですか、うん、でまさかの3列目まで行けちゃうというそんなエアコンになっています。そしてあとはここ、あ、これ一応ロックになってるんですね、うん、そしてここ開けると、一応ワイヤレスの充電とあとドリンクホルダー、これが冷やしたり温めたりもできるやつなんですよね、うん、ここにスイッチついてますね、はい、これ確か先代もついてましたよね、うん、赤くなったり青くなったり、はい、そして USB も Type-C がここ2系統ですかね、はい、ついております。そしてあとはこの辺はナビ操作関係、これはまあモデル共通なんで、まあ、メルセデス使ったことある、ね、乗ってる方であればすぐ分かるかなと、はい、カメラぐらいチェックしてみますか。カメラ関係はこんな感じで、今運転席が開いちゃってるんで運転席は出ないですけども、一通りやっぱりもうここまででかいとこの辺やっぱりフルフルでついてるとありがたいかなと。そしてこう解像度が高いですよね。あ、そうですね、うん、ちょっと少し前の車乗ると、うん、世代感じません最近、うん、レンジとかもそうですけど、なんか荒い画質悪いなみたいなモニターのサイズもなんか本当に最近のタブレットとかと変わらない、うん、そのぐらいの解像度の高いモニターになっております。そしてあとはちょっと一回止めましょう。この辺が一応四駆関係だったりだとか、まあ、あとはエアサスの上げ下げ、そしてアームレストが開け方が分かりません。あ、もうちょっと、ね、失礼しました、はいはい、ここで押していただければこんな感じで割と深さありますね、うん、こんな感じ でこちらにも、USB か HK とついております。はい、そして天井関係に行くともうピラーから制度帳
まあ、ダイナミカですよねになってて、バイザーもダイナミカなんですね、うん、これいいっすね。ここビニールかと思いきや前 SUV っぽく、ああなるほど、2枚そのあという感じですね。いいですね、はい。そして今回の車は、ドラレコ付きのレーダーが、はい、ついております。これ前だけです、前だけですね、はい、こんな感じで。さすがに後ろが遠い、うん、これですよ。だって遠いって感じですね本当に本当だよね、はい、めちゃめちゃ広いです、うん、こうマイクロバスとは言わないですけど、そのぐらいのこう広さ、そしてもう開放感というか、こうサイズ感がすごくないですか、うん、この辺もそうだし後ろもそうだし。そして今回の車このルーフがついてますから、これちょっと半端ないですね。あ、ここまでな、ここまでか、はい、大体30センチぐらいですかね、はい、ただ後ろまでガラスなんで、うん、これちょっと後ろの席の開放感もすごく半端ないですね、はい、これは、はい、このサイズなんで、はい、まあ、デジタルインナーミラー、あ、そうですね、ちょっと必要かもしれないですね、がもしかしたら必要かもしれないですね。これでちょっと後続車まではっきりちょっと認識できるかっていうと、うん、ちょっと厳しい気がします、はい、ただ今結構猫も杓子も、はい、国産なんかも、はい、デジタルインナーミラーこのサイズで必要みたいなのにもついてますからね、はい、で個人的にはあれあんまり好きじゃないんですけど、こう目のフォーカスが、あー、なるほど、ミラーになる、まあ多分慣れなんだろうけどね、はいはい、ミラーに慣れちゃってると、はい、もうまあでもこれにはつけたいですね、はい。だからまああとはその何ですか、映像ですから、この辺がこうチャカチャカしてる感じが嫌だって言って、うん、まあもちろん明るさ調整したりとか、うん、そうですね、奥にしたりできる機能は大体備わってるんですけど、はい、まあちょっとこれ不便だなっていう感じる方は、まあ、そんな選択肢もありますってことです。では続いて後ろの席も見てみたいと思います。月村さんお願いいたします。はい、行きましょう。さっきちょっとカメラマンから下見の時に話があったんですけど、ステップがちょっと足りないんじゃないのっていう、うん、月村さん的にはいかがですか。もうちょっと後ろまでこうラウンドしないでシュッて出てた方がステップとして使いやすいのかな。人による。長さは多分大丈夫だと思いますね。だ、出面が踏み込むにはちょっと足りないかなと。なるほどな、うん、そして後ろこれすごいっすね。広さもそうだし、これちょっと画面で伝わるかどうかわからないですけども、足元のこのレッグスペースもそうだし、うん、S クラスじゃないですか。そしてこちらの車がショーファーパッケージということで、とにかくこう2列目の快適装備がもうエグいんですよね。エグいっす、エグいっす。で普通2列目とかって割とこう簡素化されてるというか、うん、あの省略されていることが多いですけれども、このショーファーパッケージがついていることによって、まず 2列目のリラクゼーション、ランバーサポート、ラグジュアリーヘッドレスト、ラグジュアリーアームレスト、ベンチレーションもついてて、電動のブラインドもついてて、ワイヤレスチャージもついてて、 USB ポートが2ケットついてて、7インチのタブレットもついてくるということです。順番にお願いいたします、はい。一応7インチ そのタブレットで全部できるような感じなんですよね。はい、もう信じられます、もうそんなのがついてるのって、あのさらに上の高級車ってイメージだったんですけど、僕的にはついに GLS にもマッサージが来てますこれ動画でこれは伝わらないけどね、伝わらないやつです、はい、こうグニ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 っと来てます、はい、リラクゼーションの機能なんかもありつつ、ランバーサポートもありつつ、そして私画面が見えておりませんので、はい、コメントが、シートヒーター、はい、シートベンチレーター、ベンチレーションですよ、はい、リアベンチレーションってまあまあな感じ、まあまあですね、ないですよ、なかなかないですね、はい、はい、その辺なんかもしかして、まあ強中弱とそれぞれ3段階でですね、すごっ、ナンバー。おっと来てます来てますすごい、何これ。これもしかしたらなんですけど、あの S クラスよりかもちょっと豪華というか快適なんじゃないかなっていう意見もありそうじゃないですか。バイザーって、バイザー全部閉じる、はい、はい、
こちらも、ショーファーパッケージ、はい、電動のバイザーブラインド、はい、備わっております。もうこれ後ろはちょっとその重役の人が乗るモードじゃないですか。そうですね、バックラクラで、はい、あ、全て開けちゃった、開けちゃった、全部開けられる、はい、はい、そして当然のエアコンは4ゾーンですから、そうですね、エアコン関係なんかもエアコンも後席2列目は左右、はい、独立と備わっていると。そしてあとは USB ポートも2つついてて、さらに僕いいなと思ったのはワイヤレスチャージもついてる、うん、ここに、はい、ね、新しめのスマホだったらもう置くだけで充電できる、置いと置くだけで、お急ぎの方はちゃんとケーブルで充電していただいて、はいはい、前と一応リンクしてるんで、そうですね、全部連動した操作が可能ということで、はいはい、機能としてはこんな感じですか。そうですね、はい、はい、座り心地のレビューはいかがですか。いや最高ですこういう車って、はい、リアシート、まあ、さっきも言ってたようにこうちょっと簡素化されるじゃない、はい、ただこっちはもう後ろもフルで調整ができちゃうので、もう、うん、なんかレンジローバーみたいですね。だから本当になんか高級さというか、ここまで後席にしっかりとした装備があるとなると、もうやっぱりこれ新車買う人はこれつけた方がいいよね。これがそんなにこうとてつもない金額じゃないんですよ、うん、はい、割とこう内容からしたら安く感じるぐらいの内容、うん、でこれをこれって一人で乗るために買う人ってやっぱりいないじゃないですか。後ろに、まあ、家族乗っけたり会社の人乗せたりとかっていう目的で買う人がほとんどだろうから、これはつけた方がいいですよね。でついてる車が市場に中古車として意外にない。あ、そうなんですか。なんでなんですかね。なんで つけないんだろうね。まあいいよ、別にいいよって感じで頼んじゃうかな。ディーラーの人ももしかしたらそこまで進めないのかもしれないけど、これはマストでしょ、はい、うん、まあ、正直その GLS っていう車自体がそんなに高台数めちゃくちゃ売れてる車ではないじゃないですか、うん、ちょっとこう影に隠れてる感、うん、まあ、ゲレンデが売れすぎちゃってるっていうのもありますけど、なんでまあその辺もあってハンドルの設定が左しかなかったりとか、うん、はい、ちょっとオプションが選択が少なかったりとかっていうのはあるかもしれないですけど、これは絶対ついてた方がいいですね。そうですね、はいはい、だって足元のスペース、つけまさん身長何センチでしたっけ。173でですね、はい、もう足元だって下手したら組めるぐらいの、うん、はい、で調整の幅もそんなに細かくてじゃないですか。これ一番後ろですか。これ一番後ろ、はい、リクライニングはどの辺まで行くの。リクライニングが今、これ前回、今が前回、はい、もうちょっと倒れるといいかもな。なるほど、シート前に出したら倒れるとかではないですか。うん、うん、多分これが目いっぱいだと。座面をちょっと前に出したら前出してもう少し倒れるとかそういうのあるんですか。あ、いかないんですね。なるほど。ただそのふかふかのヘッドレストと、うん、はい、ついててちゃんとブルーメスターのスピーカーが上と下に、はい、これちょっとこの後でトランク紹介しますけども、うん、ホームページでもゴルフバッグ4つ余裕で入りますっていう、うん、風に歌ってるぐらいなので、もう大人の方が4人でゴルフに行くのに多分最強な車なんじゃないかなってちょっと思いました。最高です。こんな感じのリアシートになっております、はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、トランクはもう当然のパワーテールゲート開け閉めと、まあ、足で開けるやつなんかついてたりとか、はい、そしてこれ今3列目が出てる状態なんですけれども、うん、割と容量があるっていうふうに僕思いました。結構車によってはもう3列目この辺まで来ちゃってるのとか、うん、パスパスのところありますからね。あるじゃないですか、うん、だから割とここ20センチ30センチぐらいなんで、うん、距離が取れて、まあ、ちょっとした荷物ぐらいであれば3列目出してでも全然使えちゃう。そしてトランクは下はこんな感じで、下めちゃめちゃ容量あるじゃないですか、うん、まあブック類がちょっと入ってたりとかとのカバーがあったりしますけど、下の容量がかなり、奥行きも結構ありますね、うん、そしてパンク修理キットだったりだとかその辺が入っております。そしてこちらですね、これ全部フル電動なんですね。そうですね、これ具体的にちょっと僕操作が分かってないんですけど、あ、右左でってことですか。そっち2列目の操作じゃないかな。あ、こっちが3列目ですね。向こう側反対側が3列目、はい、なので
3列目のレフトライト、はい、じゃあまず3列目から倒してみましょうか。壊しましたか。行きましたね。行きましたね。これちょっとあのタイムラグがあるやつ心配になります。はい、できますか。はい。こんな感じで3列目がまずこう倒れると。これいいっすね。あの右左で個別に倒せるってことは、ちょっと長物入れるときとか。そうですね。はい。あ、でしかも2列目勝手に動くんですね。うん、まず3列目を倒すと、これで1300リットルぐらいかな、うん、これでゴルフバッグ4つ入る、縦に入る。これとてつもない容量ですね。そして続いて2列目がこちらでポチッとしていただけると、これちょっと時間差というか、うん、そんなにこうクイックに動く感じじゃないですか、うんうん、ワンテンポ遅れてこんな感じで、これも個別にできる感じ。これすごもうなんかバン、うん、あの商用バンぐらいなんか荷物が積めちゃう。そうですね。これイケア行けますね。うん、いけるいける、はい、コストコ寄ってイケア行けますね、うん、あ、オールはオールなんだ。こっちか。すごいいですね、はい、そして今3列目が起きたところで、ちょっと僕3列目に乗ってみたいと思います、はい、じゃあ続いて3列目を見てみたいと思います。でこの3列目がどうしてもこう閉じてて乗り込めないですから、この肩のスイッチを一回引っ張るんですかね、はい、見ていただけるとこれですね。勝手に動いて勝手に上がると、すごーすごー。そして割と狭いですけど、まあまあ頑張れば乗り込めるかなと、はい、よいしょ。あ、意外にここが狭いだけなんで、入っちゃうと中はまあまあ乗れます、うん、そしてヘッドレストは格納されてるんで、出していただければちょっとクッション性のあるヘッドレストですよ。そしてメーカー好評187センチだっけな、ごめんなさい数字が間違ってたらすいません。結構な身長の人でも3列目乗れるっていう設計らしいです。僕175センチ、座高に関しては185センチ並みですけど、全然まだ天井余裕がある感じです。ただ足元のスペースに関しては正直もういっぱいいっぱい、おそらくシートかなり前に出さないと座れないんじゃないかなっていう感じです。もう後ろ下げちゃうとこんな感じなんで、多分こう下げてきてもシートこの辺になるんじゃないか、だから10センチぐらいですかね、前に出せないとちょっと乗れないかなと。ただそんなにめちゃくちゃタイトっていう感じではないです。やっぱり GLS ボディが大きいんで、例えば GLB みたいなああいう超タイトな3列目っていう感じではないです。そしてリアの装備に関してはこれびっくりですね、なんとタイプ C が2系統ずつ反対側にもなんとついてる。そしてシートヒーターも3列目なのについてるという、そしてドリンクホルダーもついてて、これ至れり尽くせり、すごすぎる、うん、これ3列目シートヒーターって初めて聞きましたよ。そんなのもついてる、で子供だったら結構快適に乗れちゃうかもしれないですね。そうですね。でこれだけエマージェンシーシートではないですね。そうですね。でこれだけ後ろバンパーまでのクリアランスがあれば、まあ、安全性に関してもかなり確保されているのかなっていう感じはします。そしてエアコンの吹き出しがここついてて、あとブルメスター、はい、センターのスピーカーがこんな感じでついております。そしてランプも、はい、こんな感じでマップランプがこちらに備わっております。そして運転席が遠いっす。遠いよね。そしてこのサンルーフの開放感がもう3列目まで効いてますね、うん、なんかもうとてつもなくでかい車に乗ってるなっていうのが後ろから感じます。今あのツッチーといろいろ操作してみたときに、一瞬こう2列目が動きませんっていう警告が出ました。でなんでだなんでだって話してたら、なんとセンターのこのポケットが開いてると動かないということが判明しました。要はそこまでシートがいっちゃうんですよね、うん、なので干渉するので今操作しても動きませんよっていう警告だったんですね。なのでここあそこを閉じれば
動くと、まあ、動くとだそこの開け閉めもちゃんと見てるんです。見てる、センサリングしてると。けどそこが開いてますよっていうのは教えてくれないんですか。それは教えてくれない説明書を確認してくださいとご覧くださいとは書いてありますけど、まあ、なんでまあ動かなくなっちゃったなんてトラブルが起きた時はちょっとその辺を確認していただきながら、はい、あポケット開いてたわってなれば解決です。まあ、使い方のワンポイントアドバイスとして ね、そんな動きもあるみたいです。はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。エンジンの方が、先ほどちょっと触れましたけども M176 エンジン、まあ、63シリーズの M177 と、まあ、共通というか、うん、兄弟的なエンジンになります。そしてスペックの方が、3982cc 約 4000cc の V8 ツインターボ、これ S560 とかのエンジンと共通みたいです。そして馬力の方が489馬力、トルクの方が700ニュートン、でっかいボディですけど、まあ、それぐいぐい走れるような、うん、十分ですね、はいはい、もちろん設計になっているそうです。でこれが、一応ドイツのアファルトバッハの方で、うん、まあ、AMG の、エンジン組み立てているところで、多分職人さんの手組みではないと思うんですけど、うん、同じ工場で作られているエンジンみたいです。そしてこれが、そのエンジンプラス、まあ、ミッションとエンジンの間に 48V のマイルドハイブリッド、要は5343シリーズの仕組みだと思うんですけども、うん、それがそのまま使われていると。これがだいたい20馬力、250ニュートンぐらいのサポートになっているそうです。だからこれが、三菱電機かなんかのあれなんですよね、仕組みなんですよね。その辺も入っている。で、これに組み合わせるミッションが急速オートバイというわけでございます。そして一応マイルドハイブリッドなんで、一応だいたい1キロワットぐらいのリチウムイオンバッテリーなんかついてて、回生ブレーキなんかの機能もついてるそうです。こんなエンジンになっております。続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてエアサスの動きを見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ参りましょう。じゃあダメ出しをお願いします。はい後ろの席のリクライニングがもっと欲しいと。もう一息ですね。まあ、せっかくショーファーパッケージって言ってるぐらいなんで。確かにそこの寝っ転がれる具合は、うん、あのセダンの方が普通の S セダンの方が全然ありますね、うんうん、もう少しリクライニングの角度がつくと確かに、うん、いいかもしれないですね。まあ、上の高さ的なスペースのゆとりはやっぱり GLS 部があるのかなと思います。うんうんうん、そして、ちょっと待ってくださいね。基本的に今回ご紹介させていただいているのはもうほぼ、まあ、全部オプションというかほぼないですもんね。だってそうです、ね、パッケージがちょこちょこっとあるぐらいで、はい、あとあるとすればオフロードエンジニアパッケージ、はい、でそれで、まあ、ローレンジギアつけたりとかアンダーパネルがついてきたりとか、まあ、それぐらいなんで、まあ、ほぼ AMG じゃないモデルで、まあ、一番上で全部ついてるっていう認識で間違いないと思います。はい、今回はちょっとカメラマンと月村さんと僕3人でお届けいたします。はい、よし行きましょう。ちょっとまずこのマイルドハイブリッドなんでクランキングの音ないじゃないですか。うん、そこはあの原始人土屋はあのキュルキュルキュル欲しかったなと思います、はい、これ毎回あの ISG ついてるのも言ってるんですけど、うん、うわーしっとりそうですね、はい、しっとりこれ今ステアリングシュルシュルって回したんですけどステアリングめっちゃ軽いっすね、うん、なんかレンジみたい。で車のこの動きももちろんそのタイヤのちょっとこのさすがにこれだけでっかいタイヤなんでホイールタイヤホイールの重さ少し感じますけど、うん、すごいしっとり、うん、これ当たり前ですけどゲレンデのなんかちょっとこの大きいやつとかそういう認識じゃないですね。うん、そうですね。
S クラスの SUV ですね、うんうん、まさに。で先代も実は大宮店で乗せていただいたんですよ、うん、全然違う、うん、なんかこういい意味でなんかすごくこう乗用車ライクというか、うん、先代ってもうちょっとこうアメ車感って言ったらあれですけど、うん、少しラフな感じ、あとそのおおらかというか、うん、はい、こうゆったりした感じあったんですけど、なんかこうすごく整った感じがします、うん、現行上質なそうっすねっていう形容詞が似合う SUV ですよね。なんかドアの締まりとかも少し変わった気がするんですよね、うん、なんか先代ってこう重たいドアバシャンって感じだったんですけど、うん、こっちなんかこう本当にこうなんていうんですか、重さはしっかりあるんですけどバスンみたいな、うん、はい、もう擬音で全く伝わらなくてすみません本当に上質、しっとりしてますよね。ただでかさはやっぱり感じます、うんうん、前向いて走ってるんで後ろは忘れてますけど、うん、あのバックミラー見るととんでもないでかい車を動かしてるなっていうのは感じますただ乗りづらさは全くないですね、うん、もうペダルレイアウトももうゆとりのレイアウトだし、あとはやっぱり幅が2メーター超えてるんで、特に左ハンドルなんで、なんとなくこう意識としてこう道路のセンターより結構こっち走ってんなっていう感じがしますね、うん、真ん中走ってても。そしてあと気になる片押しのブレーキパッド、あ、ブレーキパッドじゃない片押しキャリパー、うん、はい、これどうなのかなって今思ったんですけど、別に制動力に不満はないです、うん、ただこれスピード出した時、まあ、重量があるんで、まあ、その辺どうなのかなっていうのはちょっと気になりますけど、うん、まあ、一般行動レベルだとなんか古いアメ車みたいな、あ、止まんね止まんねっていうのは全くないです、うん、取り回しめっちゃ楽なんですけど、うん、軽いよね、うん、全然曲がんないとかないです、うん、ちょっとグイッて出ていいですか、はい、はえ、トルクめっちゃありますね、700ニュートンすごい。あ、でもめちゃくちゃこうなんていうんですか、機敏というよりかは、うんうん、やっぱり全てこうゆったり、うん、はい、車のキャラクターが多分そうなってるんでしょうけど、全てワンテンポこうあってこうわーって感じですね、うん、だマイルドハイブリッド の, そのアシストのおかげもあるかもしれないですけど、なんか4リッターっていうよりもっとでっかい排気量のイメージというか、うん、フィーリングがします。そうですね、音は正直そんなにめちゃめちゃのぶとい音じゃないですけど、うん、トルク感だったりだとかこのパワーの出方はもっと大きい排気量の車を動かしてる手応えがあります。すげえこれめっちゃ曲がりますよ、ね、いや外から見るとホイールベースも6センチぐらい長くなってるんですよね、うんうん、この5メーター超えの車の先入観があるからなのか、うん、ちょっと少し早めにスタイリング切った方がいいかなと思うんですけど、全然、うん、めちゃめちゃ曲がります。なんか結構こう長い車ってそれこそちょっとこう逆に振ってから曲がるじゃないけど、うん、意識的にそうなりがちじゃないですか。全然思った以上に曲がる車、これ高速の移動とかめっちゃ楽じゃないですか。楽だろうね。遠く行きたいっす、うん、疲れ知らずで。そうっすね、うん、これで4人でゴルフなんて本当リッチだね。最高っすね、うん、やらないけど俺Me too ですでシートヒーターベンチレーションついてて、うん、はい、だって助手席側もだってこれ操作できるんですよ、うん、はい、例えば助手席でパートナーの方が寝ちゃっても、うん、はい、運転席からささってこうスマートに、ね、ああなんてやんなくていいんですよ、はい、S クラスですこれは認定します。いや本当にそう、はい、これファミリーカーはなーいいなって言うと毎回カーズの方僕にお買い上げありがとうございますって言うんですけど買えないですよ、うん、はい、いやただこれは本当に贅沢ですね。いいですね、うん、でステアリングヒーターもついてて、うん、はい、で当然の
もうこの辺の細かい機能全部ついておりますよね、はい、もうわけが分かっておりません、はいはい、ちょっと待ってください。64色のアンビエントも全部ついてるし、はい、ヘッドアップディスプレイ、はい、この辺なんかも全部、これ全部一緒なのがつまんないっていう人もいるんですけど、うん、一緒なの分かりやすくて、僕的には乗り換えても困んないですもんね。走り出しちゃってるか聞かないのかな。あと左ハンドルぐらいじゃないですか、ちょっと。うん、そうですね。特に大きい車だと右と左のこの影響出やすいじゃないですか。うん、だからここさえ受け入れられればすごくいいのかなっていう。あれ？アンビエントの設定はこれか。失礼しました。はい、カラーもこんな感じで、はい、マルチカラー64色で。設定ができますし、はい、モード明るさも個別にできます、はい、うわ、スポーツプラスやばい、レスポンスが変わる、めっちゃいいっす、うん、そしてめっちゃ引っ張ってます、うん、全てゆったりって言ったらちょっと取り消します、うん、スポーツプラスすごい、うわー引っ張るね、引っ張りますねめっちゃ走れる、そりゃパドルもついてますよ、うん、これはやっぱりちょっと大きさだったりだとか、うん、ハンドルの右左だったりとか、まあ、ちょっと人によっては結構大きな問題な部分あると思います、うん、やっぱり特に大きさは。ただこれそこが問題じゃなければすごく、うん、最高の車だと思います。そうですね、はい、ファミリーカー使いもそうですし、うん、まあ、さっきから何回も言ってますけど、その人を乗せてゴルフに行くとか、うん、旅行に行くとか、はい、やっぱりこの今 SUV 大戦国時代に、うん、このフラッグシップモデルですから、うん、はい、抜かりはなかったです。ありがとうございます。いえいえ、素晴らしい車です。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、月村さんからおすすめのメニューがあるんですよね、はい、そうですね、まあ、せっかくこのサイズでもうこの装備で乗られるんであれば、まあ、先ほども話したように、まあ、デジタルインナーミラーですとか、あとはもうせっかく後席のための車なので後席用のモニターですとか、まあ、弊社のボンドプラスでつけていただきながらご購入いただければと思います、ね。なるほど、はい、これ最近ミラーリングって言って携帯の画面そのまま表示させる、うん、ものなんかもあるじゃないですか。それでもうネットフリックスとかアマプラとか見れたら、はい、後ろの席でも、もう最強のファミリーカーじゃないですか。本当にこう動くリビングルームになる感じ。山行ってよし、海行ってよし、はいはい、都内行ってよし、もう最強の車だと思いますので、はい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はメルセデスベンツ GLS580 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。